こんにちは。今回は12月10日に行われた第5回 YouTube ライブの様子をお届けします。前回は治安の高島市長とのコラボでしたが、今回は石丸市長の単独ライブ。今回は市政の動きや裏金問題に鋭く切り込まず、また元に戻ってゆるっとお届けする予定です。ということで、視聴者とのコミュニケーションが期待されます。それでは本編をどうぞ。ほぼほぼオンタイムで始められたんじゃないでしょうか。前回は芦屋の高島市長にね、出ていただいて、初めてズームからつなぐっていうのでかなりドタバタしたんですけど、そうじゃなければだいぶ慣れました。はい、手順書を見なくてもポチポチたどれるぐらいにはスキルが身についてきてという状態です。はい、今日はですね、こんな入れ立ちで事前に予告もしてましたが、サンフレッチェ広島についてちょこっとだけお話をしてみようかなと思います。どこからいこうかな。まず今日サンフレッチェ広島ユースお疲れ様でした。何がお疲れ様かというと、高校年代の日本一をかけてプレミアリーグのファイナルという頂上決戦に臨んだんですね。で、結果は残念ながら2対1で負けたというところなんですけども、残念でしたね。めちゃくちゃ悔しいね、いろいろと。で、ね、皆さんSNS とかですごいもうコメントが出てるので、その気持ちは本当に全くよくわかります。どうか。でも、やっぱり一番悔しいのは彼ら本人たちなんだろうなって思うと、僕なんかがガヤガヤ言っても仕方がないなというふうに自分の中では決着をつけてます。ただ僕から言えるのは、本当に素晴らしいサッカーを見せてもらったという感謝の思いです。後半に入ってからか、ね、拮抗してる中先制点を決めたんですよ、サンフレの方が。それがですね、なんて言うんだろう、ヘッドにヘッドを合わせるっていうすごい高度な得点だったんですね。本当に美しい芸術的な得点シーンだったので、僕はもうあれだけでも、ああ今日見てよかったと、ね、サッカーってすごいなっていうふうに思いました。でそのね、あの前後のところでは守備陣もものすごい奮闘してたんですよ。で相手にね、青森山田にこれ攻め込まれるシーンはね、幾度もあったんですけども、その都度本当に気迫のプレーで、守ってたので本当に良かったなと思います。これで3年生はシーズンというか、一旦終わりになるとなるんですけども、本当にうちに秋田方市に来てくれてありがとうございましたというふうに伝えたいです。本当にあの皆さん素晴らしかったですね。もう出だしからちょっと一人で感極まってるんですけど、はい、そんなユースの試合が今日1時から13時からですねあって、時をほぼ同じ同じくして僕は僕でちょっと仕事をしてました。で何かというと、広島にですね横川駅という駅があるんですよ。駅から今度新しくできるサッカースタジアムまでがだいたい 1.5 キロぐらいなんですけども、そこをこの度改めて盛り上げていこうっていうイベントがありました。でそれに呼んでもらったので、そっちで、まあ、僕としてはユースをね見に行きたかったっていうのもあったんですけども、自分の役割というものを終えています。でその、横川から駅から商店街をですね通って坂下まで行くんですよ。これを新たに行くしもうということなので、来年もうすぐですね、2月からですか、2月の10日から確かあれなんて言うんですか、プレーシーズンマッチがあったりするので、早ければもうあと2ヶ月後、本当に2ヶ月後か、2ヶ月後にはそのビクトリーロードを通ってみんなでサカスタに行きましょう。はい、であとですね、最近のサンフレイベントとしては1週間前かな、あれなんて言うんだろう、サンフレの感謝の夕べだったかな、
シーズン終わりましたというスポンサー向けの報告会があったんですね。でそこに僕も呼んでもらって、ね、監督、選手、コーチ、スタッフの皆さんと懇親の場が持てるというめちゃくちゃスペシャルな機会をいただきました。でそこで、ね、この1年を振り返ってみて、いろんな、ね、選手に、ね、90分しかなかったんですけど、トータルで、で1人90分でも話したいぐらいだったんですが、多分ね、これサポーターの方ってもうそうだと思うんですよ。年間の試合振り返っていろいろあったので、だけどやっぱりね、僕自身もなんていうの、ちょっと気取って言えば社交の場なんですよ、ね、同じスポンサー同士でもね、初めましてとかお世話になってますとかね、いろいろ話をするので、サンフレの方とばっかり懇親もできなくて、いろいろお話をしたんですけども、その中で僕が個別にお話できたのは青山選手、東選手、林選手だったんですよ。いろいろドラマがあった選手なんですけども、この今シーズンというか、個人的にというか、うちとですね、僕となんですけども、彼の方からですね、また気を使わせてしまったんだろうなって、そこはまた申し訳なく思ったんですけども、挨拶に来てくださって、で一緒に写真も撮らせてもらいました。やっぱり僕としては、ね、今シーズンの活躍をね、賛辞を送りたかったので、特にその時言ったのは、やっぱりあれね、ホームの最終戦ですよ、エディスターのラスト、あの日の春季は切れてましたよ。サンフレ見てない、ね、サッカーあんまり興味ない人は出だしから完全置いてってんですけど、今日はもう許してください。サンフレでね、語るって最初言ってたんで、その東春季っていう選手がいるんですけど、彼がね、めちゃくちゃ切れてたんですよね。切り込み隊長的なところで得点にも絡んで、で彼が他でもないホームグローン選手っていうんですか、広島出身のユース出身の、若手なんですけども、もう若手でもないか、まあ選手なんですけど、彼にああよかったよ、ね、本当に地元として誇らしいよっていうものを思いを伝えたり、あとはやっぱり青山選手ですね。青山選手、これは公言されていらっしゃいますけど、うちなんですよ、地元が、お住まいが秋田方市民なんですよ。で青山選手にはなんかいろいろね、うちの町、うちの町の方を応援してくださってもいるので、そのあたりのね、思いがひとしおで、ちょっとね、話し込みたかったんですけども、だから本当に5分もないぐらいで、ホーム最終戦の、キャプテンマーク、ね、あれを見た、観客スタンド、もうみんな感動してたと思うんですよね。その気持ちをね、勝手に代表して代弁して、もう涙ぐみながら伝えておきました。やっぱり例の林選手です。林拓人選手というのは僕と同い年なんですね。今41歳で今シーズン限りで現役を引退するというのを表明した方です。と本当に会の最後の最後に林選手の方からで僕のところにこう歩いてきてくださって、わざわざで話が、ね、できたっていう、ものすごいこう気を使ってくださる方だったんですよ。でそのね、林選手の最後のところちょっとだけまた話させてくださいもうなかなか機会ないと思うので、挨拶がねすごい良かったんですよ。最後引退セレモニーのところでね、自分が話すのがあんまり得意じゃないから手紙を読みますっていうので手紙を読まれたんですけど、本当にねいろんな方への感謝の思いがそこには綴られてて、あーなんかこういう風に自分のキャリアを振り返れるってすごいなって思いました。特に一番最初が、対戦相手がガンバ大阪だったんですけど、林選手大阪出身なんですよ。なので大阪に対する俺だったんですね。自分にサッカーの楽しさ を教えてくれたのは大阪でした。茨城出身だったかな、でそのガンバへのね、俺から始まりで、いろんなね方へのメッセージがあったんですけども、あれ中盤ぐらいだったかな、試合展開について俺を言ってたんですね。何かというと、自分最後のホーム戦になるっていうのでスタメン、サブには入ってたんですけど、スタメンは大迫圭介というね、日本代表にも選ばれたキーパー、若手が今活躍中なんですよ。でなのでスタメンではない、ただどっかのタイミングではやっぱり出てくれるんじゃないかなっていうふうに、みんなね、おそらく監督も最初がその意向だったと思うんですけど、ただ試合なので勝たないといけないんですよ。となると林拓人を出せる状況にチームとして持っていきたいと。わかります？じゃあ分かりにくい例えをする状況にチームとして持っていきたいと。わかります？
じゃあ分かりにくい例えをすると青足って漫画あるじゃないですか。あるんですよ。これがユースのサッカーを描いた漫画なんですけども、そのね、青足の何巻だろう、20巻ぐらいで2年生の平っていう選手が引退するって言うんですよ。今度の船橋戦だったかな、を最後に引退するって、ね、でそしたらやっぱりみんなね、最後は優秀の美を飾ってほしいとね、せめて試合には出てほしいと言って試合に臨むんですけど、結局その漫画の中だとうまくいかないんですよ確か、最後の終盤で、あ、もう出したいとみんな思いながらプレーしてるけど、主人公アシトがなんかレッドカードハンドかなんか食らって、ポジションメンバー入れ替えないといけないときに、タイラのサイドバックじゃなくて他の人を入れるっていうので、タイラは出れず終わるんですよっていうので、ああドラマだなと思ったんですけど、これリアルとね漫画が逆転してたわけですよ今回。林拓人を出すためになんかこうね、チームのこう集中力の結晶が見えて気がして、後半40分過ぎかなに出るんですよね。っていうところにものすごい感動しました。ちなみにもうちょっとだけ3分話させてください。僕その時スタジアム見に行ってたんですよ。ただなぜかそういう時に限って仕事が詰まってて、テレ東だった高橋さんっていう方がリハックっていうのをね、ネットメディアで番組作ってらっしゃって、そのロケがあったんですよ。なので午前中高橋さんと一緒に仕事して、まずは一旦抜けますとサンフレ行って、ただ夕方は地元でもってん取材をしたいっていうので帰らないといけなかったんですよ。なので最後までいたら絶対間に合わないから途中で切り上げたんですよ。で切り上げたのが後半30分過ぎかな。あー、林選手出ないかな、あー出なかったか残念と思いながら、でも林選手がアップしてるのを見たんですよ。でそれを見て、彼は彼の仕事をしてるながら僕は僕の仕事をやっぱり頑張ろうと思って、こうねグッとこらえて席を立ってスタジアム後にしたんですよ。でもね、そしたら駐車場を抜けてね出てる時になんかね、うわーって言ってんですよ後ろで。そしたらアナウンスでね、なんとかなんとか背番号1に林拓人が入りましたって聞こえて、もうその瞬間僕おっさん一人で駐車場を歩きながら号泣ちょっと思い出し泣きそうになった。もうなんかね、見届けられなかったけど、なんかこうファンの歓声が聞こえてきて、なんだろう、自分が見てないだけに余計にね、こうファンに愛されてる林選手っていうのをこう後ろからね音で感じたんですよ、エディオンスタジアムを去りながら。あれはなんかね、人生に残る光景シーンになったなっていうふうに思いました、でその後家に帰って、ダゾーンと、あの日地上波は NHK かな、録画してたのを両方見て、両方林選手の挨拶を、見てまた泣くっていうね、ものすごい感動したのが、ホームの最終戦でしたね。はい、っていう出だしで10分ぐらい使いました、すいません。今ね、サンフレッチェのサポーターじゃなかったり、ね、サッカーあんまり見ない人置いてかれてたと思うんですよ。はい。許してください。よし。じゃあ今日、他のなんか話題って特に決めてなかったんですけど、頑張ってチャットのメッセージを拾ってみていいですか？あ、まず、5万5万で10万スパチャをしてくださってるんですよ。ね、しかも、ライブ配信が始まる数日前に、全然前の日でしたよ。でね、なんかいつものね調子でなんか応援のメッセージだけだったんですけど、もう本当ね、ちょっと僕はまた申し訳ないというか、ありがとうございます。あ、これって今見れないのかな。ちょっとこの画面だと見えないのかな。見えないですね。はい。でもなのでもうすでに10万スパチャ10万以上入っちゃってるんですよ。本当ありがとうございます。はい。じゃあちょっと。ちらほらスパチャの方を目を通していこうかなと思います。今ね、僕の手元に出てくる一番最初が、桜さん、ダ埼玉から応援してます。飛んで埼玉、また映画になったんですね。で、あれ見たいなと思って。はい。
ダサいと。でも、あれですよ、東京以外の人からしたら、埼玉大都会ですよね、本当に。うん、ちょっとね、全然、ダサいとも思わないので、はい、すごいな、いいなと思います。同い年で応援してくれてる田中さん、ありがとうございます。41歳。じゃあ、林拓人とも同い年。あとは、前原純子さん、1万スパチャありがとうございます。あ、大阪万博どう思いますか？うん、批判の声が大きいのは何なんですかね？これね、めちゃくちゃ難しい質問しますね。立場上答えにくい問いなんですよ。何かというと、秋田方氏は実は大阪万博にすごい期待をしてるんです。で、どういう点かというと、あれっていろんな文化の発信ができる機会でもあるんですよ。となると、うちの神楽を、伝統芸能の神楽を差し込みたいなと思って、今いろんな機会をもらってます。すでに万博に向けてプレイベントって結構関西であるんですよ。例えば、京都の醍醐寺っていう世界遺産があるんですけど、そこでイベントがもう始まってて、で9月かな、うちの神楽をそこで公演させてもらったりっていうのがあるので、うん、万博のなんだろうな、応援してますただそうですね、反対の声が大きいのはもう金額でしょ。金額でしかないですよね。うん、金額がどんどん膨らんできてるじゃないですか。建築費、資材、人件費の高騰とか、もちろん理由はあるんですよ。あるんですけど、こうどんどん膨らんでるのほずなところに、やっぱり国民感情としては、ついていけないだろうなと思います。なので、そのあたりはきちんと整理をして、情報ね、あんまり言うと怒られるかな。でも万博に限らず、コスパを良くするって大事じゃないですか。その意味では、何が必要なのかっていうのを、もっぺんね、国政府は議論をして整理をしていいんじゃないかなと思います。これから許してください怒られるかなはい。で、あとはサンフレ話良かったですか？ありがとうございますこれね、ちなみにこれ一番林拓人のね、これなんですよ。これにね、サインをしてもらえばよかったなって終わって帰ってきてから思いました。しまったなと思って。これね、あ、でも林選手サンフレに残って、なんていうの、コーチというかスタッフでね、これからも活動されるということなのですげえわがまま言ってサインもらっておこうかなと。はい、初見乱用するかもしれません。許してください。はい、他はどうですか？スパチャってこういう使い方で合ってるんですか？なんか、ああ、頑張ります。頑張ってっていうね、なんかすごくこう、なんだろう、こう、かわいいスタンプっていうんですか。でね、皆さん投げ銭してくださってるんですけど、せっかくなら、なんか質問やら、ね、これ話せみたいなテーマを与えていただけると、ちょっと僕としては、間が持つかな。はい。じゃあちょっとこれなんていうんだ、この、スパチャじゃない、普通の、ノラチャット、そんなこと言い方しないですけど、失礼ですか。ノラチャの方で、あ、なんかすげえ簡単な質問来ました。血液型教えてください。O 型です。O 型の、どっちだ ?RH、あ、どっちだ、マイナスが少ないんでしたっけ、普通の方です。多い方です。よくあるタイプのです。あとは、ハッピーバースデー、いってちょんまげ。あ、なんか今日、誕生日なんですよっていうチャットのコメント何個か見かけました。まあ、それはいますよね。いらっしゃいますよね。おめでとうございます。12月10日なんかの日なのかな。はい。それぞれね、新しい年を、ね、年齢を迎えられたと思うんですけど、おめでとうございます。さて、何でもいい話だったらまたサンフレに戻るか。あ、戻っちゃう。やめよう。あ、わかった。今日ね、心が綺麗な人には水に見える飲み物です。で、なんで今それを出したかというと、これを見せなかったんですよ。これ副長、確か1回目か2回目で紹介したと思うんですけど、
ね、おすすめの日本酒あって、これです、副賞。これ、しかもね、純米大吟醸、八旦草。八旦草っていうのが、秋田方市で作っている酒米なんですよ。これは、その選ばれた農家さんでしか作ってないお米なんですけども、それを、東広島の今田酒造さんに、出して、そこで醸して、この副賞になっているというやつですね。で、なんでこれをね、今見せたかというと、なんとこの副賞、秋田方市のふるさと納税返礼品に入っております。はい。なので、もしよかったら副賞、選んでみてください。味はね、前も言ったのでおさらいになるんですけども、これは純米大吟醸なので、割合柔らかい味です。でも甘いかというと、ふくよかな感じですね。コクがあるんですか。で、この純米大吟醸50の性質かな。ちょっとね、酸味というか、シュワッとというか、発泡気味なのかな。なんだろう。酸味がありますね。なので、キリッとしてます。まとめると。しっかりした味わいなんですけども、キリッと鋭さがある。なので、これだけちびちび飲んでもいいですし、どうかな、お刺身とかにも合わせやすいかなっていう感じです。牡蠣フライとかでもいいかもしれないですね。広島ですし、はい、牡蠣ね、美味しい季節ですよね。あとは、ちょっとね、これ皆さんなんか僕が話せばいいテーマをいただけるとね、チームワークですよ、ね。いいセンタリングを上げてね、あとはね、頭で合わせるだけみたいな。いや、めちゃくちゃ難しい質問来てますよ、これ。これなんて言うんだろう。いかがだったでしょうか。ライブでは議会とは違った表情の石丸市長を見ることができるのがいいですね。動画が良かったという人はグッドボタン。チャンネル登録をお願いします。それでは後編の動画もお楽しみください。